ぶんちゃん、また届いたよ、ぶんちゃんに。一個はぶんちゃんで、もう一個姉ちゃんの。多分大きいのがぶんちゃんだと思うんだけど、ちっちゃいのから開ける？いや、やっぱり大きいのから開けよう。気になるね。オープン。お、やっぱぶんちゃんのじゃん。はい、ぶんちゃん、ぶんちゃんの お耳掃除シートと歯磨きシートと、よいしょよいしょ、ちょっと待って、ちょっと出すから待ってね。よいしょよいしょよし、いくよ。ぶん見て、牛のひづめで、牛のひづめ。これさ、アマゾンでさ、羊のひづめ、ぶんちゃんがめちゃ好きなの探したんだけど、なんかなくてさ、そしたらこれが関連商品出てきたから、これ買ったね。これは後で一回食べてみようね。大きいね、牛のひづめ。あとは、なんだこれ、耳掃除シート、歯磨きシート、多分ね、歯磨きシートの仲間みたいなの。これは歯磨き粉よ。アマゾン見てたらいっぱい出てくるからさ、なんか面白そうなのいっぱい買っちゃうよね。で、ね、ちょっとこの歯磨きシートデーは、ぶんちゃんが、ね、お散歩で疲れた後に、いや、これ食べてみる、ぶんちゃん。いや、今しない、今しない。歯ブラシとか今しないよ。ねえ、ぶんちゃん、牛のひづめ食べてみよう。もう完全に疑ってる。ぶんちゃん、待っといて。よいしょ。気になるね。あ、取れた。なにこれ、これ何？よし、待っといて、待っといて、おいでおいで、待っといて、おさりして、待てよ、ぶん、待てよ。匂いはね、なんか変な匂いする。なんかね、獣臭ちょっとするかも。行くよ、ぶん。キャッチャー危ないから転がそう。待てよ。はい、お手、お手、おかわり、オッケー、いくよ、転がすよ、ほい。初めてだね、後ろひづめは。あ、ビニールが落ちてる。よいしょ。どうどう、初めてじゃない？あ、嬉しい嬉しい嬉しいよかったね。羊のひづめよりね、安かった。羊のひづめはあれ1個1000円したんだよね。めっちゃコスパ悪かったけど、これは10個で2000円ぐらいだから、羊のひづめに比べたらめちゃ安い。え、飽きたの、ぶんちゃん。あ、ダメだよ、それはまだ、それダメ、ぶちゃ、ぶちゃ、ダメダメよ、ダメ。お利口ね、天才犬だ。とりあえず指でね、こねくり回してから遊ぶんだよね。よいしょ、よかったね、また買おうね、それね。10個なんてあっという間になくなっちゃうから。食べ方よくわかんない、食べるのかな、これ。どうしたの？うわっ、すごい音した。
いや、すごい音したよ。あ、結構バキバキ折れるね。